はい、では再びやっていきたいと思います。公式戦です。公式戦2人が、いなくなってしまいました。辛い。しかし悲しんでばっかりはいられません。ということで、ベストメンバーで勝ちを取りに行きたいと思います。戦術はまあ当然攻撃的。気になるのがトーマスなんですよね。さあ試合開始。こちらのフォームです。勝率も、こちらの方が上です。まあ、そうでなければならないでしょうね。さあ、試合を開始します。おっと、ここロングでクルミアと取られてしまった。すぐ起き上がって、サチコがキープ。マドカが、テッドってなんだ。トリノ、結構、トーマス抜け合えた。おーっと、トリックプレイにやられた。いきなりピンチ。と上がって、これ前へ出、キーパーが前へ出たところを上を抜けていきました。さあこれはすぐに点を取り返さないといけません。おっと誰だ、あっと誰だ、届かない。オフサイド。緑、取りきれない。ちょっと流れた。さあ、サイド、ミホが、ミオに渡した。ノーホイッスルだ。さあ、ゴール前待っている？相手側ボールです。さあライダー早い。裏をかかれた。ツーラッシュピンチと、ここは誰も飛び込めなかったんで言いましたと思ったロングパス。流れを変えたかったがノーホイッスル。さあクルミが左へ展開。とにかく守備が硬い。このチームは1点取られると結構やばい。1点取られると、危なかった、これも。1点取られると結構、苦しいかも。左、結構狭いが、とにかく硬いですね、このチーム。ボールを取っていきます。2点決められた、痛い。これは厳しい、2点目。届きません。
さあ、これで彩香に出して前半早々終了ですね。おっと、ここでイエローカードですね、ライダーに。これライダー慎重にならざるを得ません。ラストチャンスだ。あーっと、前半終了です。2対0大きなビハインドを背負い込むことになりました。さあ、一人変えることで流れを変えたいが、そして左右を交代です。おっと、早くもピンチが。1点を早くうちに1点返しておきたい。ふわっと上がって窓が、これは桔梗の正面でした。窓から取った。さあ、緑に渡った。シュート入った。1点返しました。次は同点に追いつきたい。さあ、ここで早打ちに対策を練っておきたい。羽生大にするか、幸子にするか、ミオにするか。ただミオの出来がそんなに良くなかった気はしますよね。ただ攻めに行くしかないですからね。ここは攻めを主体に攻めていきます。さあ、早いと、これは流れそう。さあ、スローインか。残り30分です。あーっと、どうしたんだ。なんで取られるんだ。ちょっと今は不用意でした。危なかった。しかし緑が、あーっと、さあ即座に反撃かかりますが、ここはまなみが取りました。くるみ、まどか、7個抜けた。さあ、くるみ渡ったが、これはキーパー正面。さあ、こちらボールの、おい、くるみが持っていきます。さあ、コーナーキックです、これじゃあ。さあ、このチャンスを逃したくないが、大シュートへ。おっと、くるみが乗っけて、シュート、同点。素晴らしい。さすがくるみ、個人プレーが光ります。こうなったら勝ち越し欲しいですね。すごいですね、縫って、スーパープレーです。ファールですね、これは。さあ、ボールを潰していけてるが、さあ、残りもう5分を切っております。さあ、窓かが抜けた。さあ、これはちょっと苦しい。入った。勝ち越し、大逆転。
ホームスタンドを沸きます。これは大きい執念の一点ですね。まどかのこの、そしてくるみ叩き込んで、ここで試合終了。大逆転勝利。いきなり前半9分に先制を言います。このトーマスをふわっと上げたループシュート、苦しいです。前半43分、そうですね、この速攻が決まってしまいます。これ2点差、守備が硬いんで絶望的かなと思われました。ここから反撃が始まります。後半10分、まどかから緑、こここぼれ球をまどかが拾って緑へして叩き込んで、にまず1点返します。そしてくるみだが、ここはそうは簡単にいかなかった。さ、そして後半36分、くるみこの抜け出しての終点の一打、サリバンが押しますが、それを抜け出しての、えい。さあ、ここは不用意に出てしまいましたが、か、返します。そして決勝点。この窓か、蹴らして、そしてその思いをつなげるかのように、くるみがきっちり、シュートを打って決めました。そして、ここで、タイムアップ、試合終了。3対2で勝利をしました。これは結構重要な勝利になるかもしれません。これで8位浮上です。5勝8敗。勝ち点が17、11位の函館ペンタゴンが11点なので、2ゲーム差の勝ち点の優位を奪いました。ゴール数ですね、クルミは11点で、ヤニミズがイゴールには見劣りますが3位、そして緑が8点なんですよね。ここ、クルミ前年まではクルミほぼ一辺倒だったのが、他の選手でも、点を取れるようになってきているということです。ナナコが3点、エリカ、マドカが2点ずつ、ユーナが1点ですね。他は どうもこれで今年の補強は終了っぽいです。さあ2周ありますね。これというわけで、練習試合もありますが、ひとまずここで終わりたいと思います。いや、本当に今日は暑かった。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。